どうしよう。って、何をそんなに慌ててるんだ。ラプちゃん、走り回ったら危ないよ。グレーが来る、グレーが来る。グレー、グレーテルが来る。なんでそれで慌てなきゃいけないんだ。だってグレーは、あ、グレーテルさん、いつの間に。たった今よ。で、出た。あら、人を化け物みたいに。おつー、助けてー。おお、僕の背中に隠れちゃった。ラプちゃん、グレーテルさんが怖いの。一体何があったんだ。大したことは何も。さっき二人で光からクッキーをもらったのよ。いいな。ところで僕たちの分は。私とラプンツェルがもらったのだからないわよ。分けるという選択肢は毛頭ないんだな。私はクッキーをもらい、可及的速やかに食したわ。その言い方、食べ物を食べるときに使う表現じゃない気がするけど。でも、ただ食べただけだったら、どうしてラプちゃんは。じぃ、また見てくるよ。ラプンツェルは、もしかしてその視線が怖くて逃げてきたんじゃ。私はくれなんて一言も言っていないわ。ただ、羨ましいと思って見ていただけよ。ラプンツェル、仕方ないからグレーにクッキー一枚あげた。美味しかったわ、ありがとう。でも、もっとじーっと見てきた。だから怖くて、もう一枚あげた。それでもずっと見てきて、それで…それは怖くなるよね。小さい子からお菓子を奪うなんて大人げないぞ、グレーテル。奪ってなんかいないわ、もらっただけよ。そのもらい方が大人げないって言ってるんだよ。そうだそうだ、大人げない。じー、僕越しにラプンツェルを見つめようとするのはやめてくれ。本当に大人げないから。その大人げがある、ないというのはとても曖昧で感覚的な表現ね。大人げというのはそんなに大切なこと。それはやっぱり。大人げがあれば景色リビドーは抑えられるのかしら。いや、甘いものやお菓子が好きなのは私の景色リビドーゆえの本能よ。大人げなんかで抑えられるものじゃないわ。むしろ本当なら奪いたいところを理性で抑えたのだから、凝視するくらい許してほしいものね。だけど光ちゃんは平等に配ってくれたんでしょ。それならラプちゃんがもらった分はラプちゃんのものですよ。クッキーを食べる権利はラプちゃんにあるんだから、グレーテルさんはそれを邪魔しちゃダメです。確かにその理屈は納得できるわ。もうしちゃダメですよ。善処するわ。よかったね、ラプンツェル。うん、じゃあ最後の一枚いただきます。じぃ、うん、もうグレーテルさんたら。仕方ないな。そんなに欲しいなら最後だよ。はい、クッキー半分こ、一緒に食べよう。あら、ありがとう。ラプちゃん優しい。うん、ほんといい子だな。ボリボリボリ、ごっくん。余韻に浸る間もなく一口で。じー。
かもラプンツェルの残ったクッキーをまた見つめてるし、いい加減にしなよ。冗談よ。ありがとうラプンツェル、ごちそうさま。また取られるかと思った。グレー怖い。ラプちゃんのトラウマに。最後の本当に冗談だったのかな。わからないけど冗談だったと思っておこう。